進捗ないなった。どうもロボチューバーのアンテロボルタです。すみません、今回は工作がほぼない動画です。というのも工作でめっちゃ沼ってしまって結局何も進んでいませんでした。なので今回は何が良くなかったかと今後どう進めていくかお話しします。要は反省会です。何かのプロジェクトを計画されている方のいい反面教師になると思いますので、生温かい目でご視聴ください。前回の動画で足の長さを考えたので次はカメラかなと思ったんですが、以前に作ったこの光学センサーアレイを見て、もしかしてうまく動作しなかったのは配線がよろしくなかっただけではと思ったわけですよ。でいつも通りユニバーサル基板を使おうと思ってユニバーサル基板を切ってセンサーと配線をハンダ付けして、一応こんな感じに完成はしました。ただいろいろ試したんですが結局これも動かずグダグダと時間が過ぎていきました。あとちゃんと機能したとしてピコで機械学習とかはやっぱり難しそうかなって結論になりました。ちなみにこの裏側は配線ごちゃごちゃなので、今後こういうのを作るときは PCB を発注しようと思います。でなんでグダっちゃったかというと、そもそものコンセプトがふわっとしてたからだと思います。自力起動するロボを作ろうくらいしか決めてなかったので、後からいろいろと追加しようとしてうまくいかないので別の機能をと繰り返していました。これではいけないので今回はちゃんとロゴのコンセプトを決めます。まあ最初に決めておけって話なんですが、今後世代を追うごとに多機能化していくとして、この第一世代のロゴはイメージセンサーの代わりにこの超音波距離センサーを使うことにします。でせっかくの犬型なので動物っぽい動きをさせたいと思います。センサーで物体を探して何かを見つけたら近づいていって、近くなったらお座りするようにしようかなと、あと接触センサーを作れそうだったので撫でたら伏せるようにします。ということで次回は超音波距離センサーを使って距離を測る実験をしようと思います。今回の動画は以上。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ではでは。